悪いことをしたら何でもすぐに自粛してしまう今の日本をどう思いますか自粛というのは自分でこう自分のを反省してそして自分の行為を見直していく悪いことをしたら自粛する それは悪いいことじゃないですね仏教には「残記」という言葉があります無残無期これがないということこれを非常に仏教は戒めますとか恐れますどういうことか「残記」これがないということを仏教ではよくないとしていますでは「残」とは何かというとこれ恥ずかしいと思うってことですね 気とは何かというと、恐れるということです。つまり、こういうことしたら恥ずかしいな、大人げないな、みっともないな、格好悪いな、と思わないということが、これは自分の心を汚すということになりやすい。そして、こういうことをしてしまったって、自分の過ちを恐れない。これもまた、 自分の人生が大きく狂っていく原因になるです。ですから、仏教では残期。自分をがなすこと、自分の言動を恥ずかしいな、みっともないな、大人げないな、格好悪いな、ってそう思わなくなるということを恐れようと、豚はおっしゃるわけですね。そう。で 今の日本人はこの残機がない。公道で、まあ立派な車に乗って、自分の立派な車には灰皿もついてるでしょうし、ゴミを入れる場所だってあるのに、自分の車の中にはゴミを残したくないんでしょうね。まああの複合寺の前にもですね、155号線という大きな道路が、 通っています。複合寺の境内を分断する形で。で、この間お弟子さんがそこのですね、道路の中央分離帯のゴミ拾いを、あの、していましたけど、まあ、大量のゴミがそこ捨てられていくわけです。運転してて、この車の窓からですね、空き缶、弁当のゴミ、ポイ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 ,ポイ,ポイ捨てていく。 それは恥ずかしいと思わない。みっともないと思わない。大人げないと思わない。まあ、私もバイクが好きですから、オートバイに乗ってる人見るとね、おいいなって、楽しそうだなって思うんです。いろんなオートバイがありますよ。ねまあ私も、あの、ハーレー乗ったり、いろいろと音を楽しむ、風を楽しむ、バイクを楽しむ、大いに結構だと思います。けれども、人に迷惑になるような大きな音で、 爆音を立てて走ったり、人の迷惑になるような行為をしたり、それで全くこう、恥ずかしげもない。恥ずかしがることもない。むしろ俺を見ろという感じで、ね、乗っておられる方を見ると、これ、残気がないということになるんですね。で、これを仏教では無知として、私私、俺俺。 俺を見て、私を見て。非常に自分のエゴ、エゴ丸出しで生きているで。これはなぜかというと無知だからということで。ま、あいつも言っている三毒の一つですね。豚人知の知にあたるんです。この残機、恥ずかしいと思うことがない。怖いと思うことがない。恐れがない。自分の言動に対して恐れがない。恥ずかしいと思う心がない。 これを無知と呼んで、無名と呼んで、非常に心が汚れる、汚れやすい状況だとして、ブッダはこれを戒めるわけです。で、今のね、この質問にある、何か悪いことをしたら何でも自粛する、今の日本をどう思いますかで問題は、これを自分で 恥ずかしいな、みっともないな、格好悪いな、大人げないなって言って、自分で自分を、の行為を、言動を、やっぱり反省したり、あるいはその自分の仲間がね、注意したり、それはちょっとね、おかしいよって、大人げないよとかね、それはねってで。そういうことは非常に大事なことなんですよね。自分で気づけないこともあるから。だから、悪いことをしたら、ちゃんと自分で自粛する。 それは別に今の日本関係なく、現代の日本関係なく、人間にとって必要なことですね。だけれども、おそらく今ここで質問者さんが言いたいことは、なんか誰かがね、何かこういうことをしたって言ったら、それをですね、全然、こう、見たことも、会ったこともない、よくその人のことを知らない人が、まあマスコミで、 誰かがこういうことで不倫したとか何とか言ったってもうすぐですねみんなでうわーと鬼の首でも取ったようにしてですね書き込んだりバッシングをしたり自分のことを棚上げしてねそういう風潮のことをどう思いますかということだと思うんですねでこれは本当にそれこそ愚かな行為ですこれはまさに自分がそうやって何か やはり、そう言っても大人げない、そのみっともない過ちっていうのは私たちは犯してしまいますよ。だけれどもそれをですよ。自分のことを棚上げして、ダーッと攻撃をする。で、そのことによって、自分を実はあれ上げようとする。あれもまたエゴなんです。誰かの悪口を言った、誰かのことを批判した瞬間に自分はいいものになれる。そう感じられる。ということであれも、 とっても恥ずかしい行為ですね。だから、恥ずべき行為をした人、それをまたよく知らないのに、批判しまくるというのも、また恥ずべき行為であるということを知らないという意味では、恥ずかしい行為をした人も、それを、なんかよくわからないでむちゃくちゃ言ってる人も、両方とも、同じ地に入ります。つまり、と人地の地ですね。 恥ずかしい恋をしているっていう。そこに気がついていない。そう。でも、何か自分の言動を振り返って恥ずかしいなと思うこと、自分の言動をね、恐れる。こんなこと言っちゃった。こんな,こ,んなことやっちゃった。そう恐れる気持ちがなくなったら、人間の心は悪に染まってしまうよ。どんどん悪に染まってしまうよ。というのはブッダの教えです。ですから、残機の心。 これを個人個人が持つということが現代の日本にかけていると思います。そして現代の世界にかけていると思います。で、時々ね、日本ではっていう言葉を言いますけど、日本人というのはそういう習性をより強く持っているんですよ。昔から。で、これを別に世界と比べてどうという必要もないと思います、ね。世界のスタンダードなんて。そんなスタンダードは誰が決めたんだって話です。日本人は日本人の習慣があるじゃないですか。 それが行きづらいと思ってよそ行く人もあるし、そういう部分もあるけれどと思って、それでも日本のいいところもあったりする。この日本人のいろいろとよその目を気にしてしまうっていう、そういうところが、人の目を気にしてしまうというところが、逆に言えば日本の文化にもものすごく大きな影響も与えてたりするんですよ。これやったらこうどう見られるかなとか、そんなことが、実はこう、 どっから見られても美しいものっていうものを作ろうとするっていうようなこともあったり。まあ本当、要はバランスと言いますかね。あの、日本人は、日本人はって、だって、そうなりたくてそうなってるんじゃないですよ。そういう長いことの歴史の中で、昔の日本人の住んでいたこの環境であったり、その、この自然環境であったり、生活のこの様式であったり、 稲作農業をやってたり、村の社会を作って、やっぱりこう、ね、生活してたという、そういう社会的な背景であったり、そういうことが全部絡んで、今の日本人の性格を作り出してるんですね。そう。だからそれに対して、まあ日本人らしいなと思うことはありますけども、今の日本がとは私は思いません。それよりも、ブッダの教え、この残機ということ。自分が自分の言動を恥ずかしいなって、かっこ悪いなって、そう、 思って振り返るということがない。これが問題。そして自分の言動を、こんなこと言っちゃったって、とんでもないことを自分にしちゃったって、恐れることがない。これが問題。で、これは、今の日本に限らず、古今東西、過去にも、現在にも、未来にも、人間の心を、悪しき方向に向かわせないという意味で、とても大事な、 教えだと、思いますね。そう。なので、まあ、あの、悪いことしたら何でもすぐに自粛してしまう今の日本をどう思いますか悪いことしたらちゃんと反省して自粛する。もし今の日本がそうだとしたら、これは素晴らしいと思います。けれども、えー、人のやっていることをなんだかんだよくわからないのに、あいつが不倫したか、あいつが不倫したか、どうでもいい話を一生懸命こう、 批判して、そしてバッシングして。まあ暇ですね。やることはないんでしょうか、ね。でもそうやって、さも自分がいいものになったような気分になって、自分のことは棚上げしてる。これこそ見ってもらい恥ずかしい姿だと知るべきですよね。そう。いずれにしても残機ということ。今の社会に、日本に限らず、世界の人たちに、そしてこれは今、 じゃなくて、ブッダの時代から人間に欠けていた。人間の心を清らかに穏やかにしていくために欠けている要素だと、ブッダは2600年前に指摘をなさったということです。残機自分の言動を恥ずかしいと思うこと。格好悪いなって。大人げないなって。そう振り返る心。残機の機は自分の言動をあんなことしちゃった。 あんなことを言ってしまった。それを恐れること。この二つが人間に欠けている。そう思